フォルクスワーゲンが製造・販売しているコンパクトカーである。フォルクスワーゲンの主力モデルであるゴルフと同様フロントにエンジンを横向きに配置し前輪を駆動するというコンベンショナルなスタイルをとるコンパクトカーでフォルクスワーゲンにとっては日本での年間販売台数が常に1万台を超える中核モデルである。 ユーザーの60%が女性であり、これは日本でのフォルクスワーゲン全体において、女性ユーザーが占める割合を大きく超える。モデルチェンジの旅ボディサイズを拡大してきたゴルフに対し、ポロの大きさは、現行モデルでも2代目ゴルフ程度と、かつてゴルフが担っていたベーシックなコンパクトカーの役割を果たしており、このクラスのベンチマーク的存在でもある。 ただし2017年に発表された6代目モデルは次世代プラットフォームである MQB を採用し全幅が 1750mm と3ナンバーサイズへと拡大される。主なボディ形式はハッチバックタイプだが歴代の各モデルを通して3ボックスのセダンタイプが存在しエステートやクーペタイプがラインナップされていたこともある。しかし 歴代モデルとも日本に導入されたのは一部のボディタイプのみである。現在、セダンタイプは、ロシア、中華人民共和国、ラテンアメリカ、南アフリカ共和国及びその他アフリカ地域にて販売されている。歴代を通して、スポーツモデルが存在し、3代目からは、ジテ名を冠したポロージテが、そして2005年には、 FWD のクロスオーバー SUV タイプのクロスポロが登場している。北米市場ではポロは販売されていない。日本へは3代目モデルからフォルクスワーゲングループジャパンによる本格的な輸入が開始されたが、かつては2代目のポロクーペ CL とポロダービーがナセにより限定輸入、販売された。馬に乗りながらボールを操る馬術競技のポロから取られた。 同時に13から14世紀のイタリア人旅行家で東方圏文録を記したマルコポーロにもちなんでいる。ポロと同時期に発売されたフォルクスワーゲン社のモデル名は風の名称に由来するものが多いがポロは風の名とは関係がない。自手は 1.6L の連続可変バルブタイミング式の DOHC エンジンを搭載するホットハッチに類するグレードである。 ポロジテカップエディション 1.8L インタークーラー付けターボエンジンを搭載したホットモデル。クロスポロ欧州には2003年最低地上高を上げルーフレールを装備することによって SUV のテイストを取り入れたモデルポロファンが投入されていた。2005年のポロのビッグマイナーチェンジに合わせて2006年2月にマイナーチェンジを施したクロスポロが投入され、 2006年8月には日本への投入も発表された。顔つきや基本的なインテリアなどは通常のポロと同じだが最低地上高が 20mm 高く、ルーフレール、フォグランプ、17インアルミニウムホイールなどが装備され、ボディやシートにはライムグリーンなどの鮮やかな色がラインナップされている。日本仕様はスポーツラインと同様の 1.6L の ガソリンエンジンと6速、マニュアルモード付き AT を搭載、駆動方式は、本国仕様も含めて 4WD ではなく、FF である。最高速度は、時速 182km。日本仕様各グレードクロスポロポロじて日本仕様を書くグレード。ありがとうございます。